ワンピースの新作ゲームプロデュースしてみたはい、どうもこんにちは、高橋です。今日も元気に行きましょうね。おしです。はい、ワンピースにはですね、いろんなゲームが今までありました。やっぱ一番ハマったのはトレクル、我々で言ったらトレクル、あと、まあ、あの当初で言ったらあのグラバト、グラバトはもうみんなやってたんですよ、あのね、プレステ時代で、格闘ゲームだね、とかいろんなもう何名作、あ、海賊無双でそれこそね、今度4出ますけど、あの結構ね、神ゲーがいっぱいあるんですよ、ワンピースって。あ、そうなんだ。だからそれを、もう新しいやつをちょっと出してってみよう。プロデューサーになっていいわけ。もういいです、もうその、今回だからサンプロデューサーなんで、よっしゃ、今回だからあの頑張ろう、マジか、出してってください。頑張ろう。はい、それでいきましょう、それでいきましょう、お願いします。じゃあまず、はい、あのジャンル決めたいなと思って、はい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 、何の機種のゲームみたいな。なるほど、大事だね、やっぱ、うん、端末は大事だね。なるほどね、やっぱ大事だよ。じゃあ最初はアプリ。うわー、アプリね、王道ね、王道きた。アプリのゲームって俺全然わかんねえな。まあじゃあ一個これ早いの、ちょっと待って、前は出したけど、まあんまりそもそもゲームやんないですか。やんない。あ、昔中学校以来やってない、ほとんど。めちゃくちゃ前じゃないですか、ね、それは。はい、かけました。じゃあ、ホスさん。はいいきなり怖えな。みんながどのぐらいの温度差なのか。最初に言っていいよ。でも俺らの方がゲームは多分詳しいと思うから。ゾウのみじん切り。おもろ。何それ、みじん切りする。どういうこと。昔のガラケー時代のゲームにありそうだね。糸通しみたいな。そうそうそう、あのチャリソーとかそういうことね。はい、じゃあ人参が落ちてきました。いっぱいみじん切りできた人の感じ。ありそう、メイザリーマリオの1ゲーム。確かにありそう。ありそう、ありそう。ゲイそう、スマホでこうね。ありそう。そう、あ、待って、ありそう。タシジとかも使っていいよ。あー、キャラクターの剣士、シリュウとかいろいろ使うんじゃない。それレアキャラ、やっぱレイリーとかキザリとか。あー、そう、使っていい。あー、待って、これはあり。これは意外とありの。てか、むしろ1個思いついちゃった、それ聞いて。何、別ジャンルよ。ちょっとそれは多分、またじゃあ別ジャンルで紹介する。プロデューサーがみんなバンバン思いつくんだよ。いや、やっぱ楽しいね、これね。ゲームすげえ楽しいんだ。面白い。思いつかねえな。じゃあ、たかしさん。はい、バン。麦わらウォーク。あー、もうそれこそ今流行りのドラクエウォークとかポケモン GO とかでワンピースでやったら俺もクソやる、クソ歩く。それで買い取りになったりするんでしょ。ここに例えば何ベリー落ちてますとかね。あー、そうそう、で実際に行って、でここに例えばあのアーロンが出現とか。なるほど、なるほど。100歩流行るじゃん。そうで、アーロンみんなで倒せみたいな、ね、これマジでやってほしい。歩く系いいじゃん。歩く、これやったら100歩全国行くし。これはいいんじゃない。で、あの島、例えばいろんな島ね、うん、島で行ったらほんとお宝島みたいな、あの無人島とかとこうコラボしてとか。なるほど、100歩流行るじゃん。これバチ神アプリだと思う。これいいじゃん、ね、うん、これ流行っちゃうな。これやってほしいわ。これぜひ、ちょっと名前がね、あのウォークでパクっちゃったけど、普通の考えないといけないけど、仲間作っていって、そうそうそう、仲間作っていってみたいな。ゴーに、ゴー、ウォーク、次のあれですね。そう、ゴー、ウォーク、ラン走っちゃうみたいな。やばいな。そうそうそう、いいじゃん、素敵だな、それ。そう、これ本当に神アプリになるともやりたい。出そうだね、でもね。ね、ちょっと出たら、あの、ぜひちょっとお願いします、これやりたいです。はい、僕はちょっと前から言ってるんですね。アプリはもう決まってるんで。決まってんの。ゴムスト出たー。出た、前言ってた。どんなゲーム。ゴムゴムのストライクっていう。だいぶ、あれ聞いたことあるぞ。わかんない。アプリは絶対僕これって散々言ってたんで、これは押し通したい。モンスターストライクです。モンストって知ってます。モンスト知ってる。引っ張ってビヨンっていう。モンストわかります。モンストなんだっけ。あの、こう引っ張ってカン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 ってやつ。あ、モンスターなんだよ。引っ張ってカン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 、うん、なんかおはじきみたいなゲームなんだけど、もうそれのまあちゃんとね、そう、ワンピースバージョンね。ずっと言ってるんですよ、僕これ。もう2年前ぐらいから言ってる。だいぶパクリだもんね。なかなか商品化されないなと思って。ただそれモンスターのやつをワンピース変えただけ。そう認めちゃって。まあ言うたら俺のもそうだけど。じゃあ一番いいのはミクシー、エクスフラックさんかな、今そこと、はいはい、ちょっとね、提携していただいて、バンナムさんが、ね、コラボのアプリとして出してもらえれば。あ、そうなんだ。 やるよね。これは、まあ、ちょっともしかしたらね、まだ、あ、悪いかもしれない。ずっと出てほしかった、これ。面白そう。出てほしい。モンスやってみてよな。まあ、そっちかい。もう何年前から出てるアプリだよ。面白い、聞いて面白そう。モンストやったことないんだけど、一回もないんですね。はい、あ、そうなんだ。じゃあ次、アーケードゲーム、ゲーセンのゲームで。ゲーセン
ゲーセンか。ゲーセンはいっぱいありますよ。格闘系もありますし、あのカード使うやつもあるじゃないですか。ドラゴンボール、あるね。ドラゴンボールのやつがね、今であのー、あーあれすごいカードのやつね。ルイレみたいにこう、確かにサッカーのルイレみたいにこうやってカードを置いてやるやつとか。あれ面白いよね。太鼓の達人みたいなのもありますし。ゲーセンなら何でもいい。うん、だからバイオハザードみたいな撃つやつとかね。ああ難しいなー。できた。早いね。早っ。ゲーム考えとくなんだ。こういうの、こういうどうでもいいビジネス考えるのすごい好き。どうでもいい。どうでもよくないだろ。どうでもよくない。どうでもよくない。自由に発想していい。自由にし。はい。よし、できた。いいよ。じゃあ、めっちゃ夢が全然思いつかなかったけど。じゃあ、星さん。また星さんから。絶対星さんから。いきまーす。はい。ウソップの釣りメダル。あー、いい。あるある。釣りのゲームありますもんね、メダルのやつね。あるあるわ。あれか。はい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 。子供と。でかいやつですか？でかい。この、画面がここにあるんですよね。じゃあ、なんで知ってんの？知ってるし。知ってる。やば。釣りのやつでしょ。で、いろいろ魚がいてさ、ゲーマーじゃん。やっぱゲーマーまでいかない。お子様向けのゲームで、あのちっちゃい魚はあのコイン2枚とかで、でっかいのはね、50枚とか。なんで知ってんの。知ってるよ。やば。で、して海王類とかこう出てきてさ、そう、こいつやりが好きなんだ。あ、いいじゃん。いいじゃん。やりたい。やっと。それあったら俺やりに行くもんだね。やりたい。はい、僕はちょっとまあこれ最初えってなるけど聞いて最後まで。はい、バン。フクロウの六式遊戯手合わせ。何何こちらでございます。何何何、要はパンチングマシンです。ああそういうことか。でクロウって、CP9 がみんな書いてきた時に六式遊戯手合わせってこうやってチャパチャパって殴られるんですよ。それで動力を出せるの、数字で。ルッチ4000動力、確かに各2200動力、それ動力を出してくれる。ああいいな、これよくない。それいい。これあったらワンピースはみんなやるでしょ。確かに動力出すの。そう、動力出てんの、数字が。あの何キロじゃん、普通のゲームセンターって。じゃなくてもう何動力、すごい。あれは確かに、これよくない。いやさ、ボクシングやってたし。そう、動力出したい。どうする。いいな、俺は俺が袋だから。これ高橋練習とかやめて。動力は動力出ない。2です、2動力です。そうだ、このパンチ力だよ。これありだよね。ワンピースはなんならこれ何、例えばちょっと怖いけど麦ストの横に置くとか期待だけね。そのなんか要はワンピースがあのワンピースタワーとかにね、自分の動力見たいもん。そう、ワンピタワーこれさ、いや自分の動力見たいもん。見たいじゃん。だってルッチ4000だから自分どんぐらいなんだって。ちなみにあのスパンダムは9動力。マジで。そこは超えたいね。そこ9は超えていきたい。確か面白いな。俺ちょっと星さんとかぶっちゃいます。かぶる。かぶるの意外。ワンピースお宝ジャックポット。あー、メダル系だ。そう、あのでっかいメダルの機械あるでしょ。あれあれ、あの椅子がこう周りにこうあるタイプですね。で、あの真ん中はでっかいサニーゴがぐるぐる回る。あー、ありそう。めっちゃありそう。めっちゃありそう。海賊のやつがもうありそうだもん。そう、ありそう、ありそう。で、もうあの一応液晶画面があってモニターがあってスロットが回ります。で、揃ったら宝箱ゲットとかで都度都度メダル吐き出されるタイプね。ジャラジャラジャラって出てくる。あれさ、しかもさ、今なんかボールとかあんじゃん。ね、いろいろ。あれがだからさ、あのゴムゴムの実とか、悪魔の実とか、宝箱とか、なんでもいいんだけど、っていう感じ。で、ジャックポット揃ったらもう、バゴーン。やばー。ノックアップストリームじゃん。ノックアップストリームでもう、ブワーン。全機種、ドン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 。あの他のやつが当たると確かそういう演出があったりする機会もあるんだ、確かね。あの人が当たって、なんか全台が暗くなったりさ、台が暗くなったり、演出があったりする台もあったり確かするから、そういうのも含めてちょっとこうやりたい。あのね、全部やりたい。メダルゲームが一番好き俺。全部やりたい。本当にやりたいっすか、ウソップのやつ。いやいや、いいから、めっちゃもらけつまってくる。あの人、厳しいよ、すごく。本当にやりたいっすか。なんでやりたい。あったらやりに行くでしょ。聞かなくていいだろ。では次。はい。スイッチで、うわ、パーティーゲームというか、家族みんなでやるようなゲーム。いや、スイッチはもう俺考えてあったな。ええわ、考えてある。考える必要あんの、そんなこと。出せないのに。出せない。出せることはない。出せないよ。ケイさん早いな。一個思いついたぞ、こういうゲームいいっていうのは。クリスマスの夜にやりたいやつとかですよ。クリスマスの夜にやりたいゲームか。ワンピースしなべ。ワンピースしなべ。
でトランプ、いやいやスイッチで出す必要シンプル2000シリーズみたいな2000円で買える安いやつね、安いやつワンピースのせいでちょっと高くなりそうだよ、ね、ブランついてかワンピースのトランプ出てますからそれでいいじゃん、いやだからスイッチスイッチだったじゃん、声がね、声が出るからね、キャラクターの声とか声が出るんだよこれ、はいはい、いろんなトランプのゲームが入ってるみたいな、あーそうなるほどね、トランプそれもあとなんかその本来は1か13だけどそこに関係性とかもあるからね、はい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 、あの例えば、ね、ガープとルフィだったらガープのがなんとかとか、あーなるほど、なんかそういうルールワンピースのルールも乗っかる、乗っかるんだよ、特殊なルールちょっと複雑、あだからゲームじゃないとね追いきれない追いきれないクリスマスえクリスマスに言ってこういうのでしょやるのはやっぱり僕はもう普通の本当ありきたり、はい、麦わらパーティーです、あーやりたい、本当にやりたいわ、まあ言うたらもうマリパーですよ、マリパーのワンピース版ね、マリパー面白いから、いやそれでねさっきのミニゲームね、そう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 、さっきのおっさんのミニゲーム、あ入れてくれるの、入れてもらっていいですか、えこれは入れない、まあそれもいいや、ってミニゲームの一個としてあったからあんた入れてくれますか、でもこれだったらクリスマス絶対楽しいですよ、いやめっちゃ楽しい、今年マリオパーティーまたやりましょうよ、ね、やりたいやりたい、ね、それもワンピースバージョンだから、もう任天堂さんとコラボ商品で、いやこれ本当にやりたいわ、これは全然マジで見込みあるんで、マジでやりたい、どうですかぜひマジでやりたい、これこんなのはキューブでなんかあったかもしれないですね、スゴロクっぽいのは、あ、そうなんだ、俺ゲームね全部ちょっと分かってないわ、うん、スゴロクでもあったっけ、で例えば本当にマリオパーティーじゃないけど島ごとのステージ作ってもいいし、いい、あ、はいはい、あとアラバスタのねあのマスね、そうか島ごとなんだ、ここ止まっちゃったらあの砂漠でもう、そうか、悪さげに荷物取られちゃう、ベリー減っちゃうみたいな、ね、何でもできるよこれやりたいわ、あとは大人の問題だけだからそれが一番難しいんだ、まあ、ゲームってね結局予算がありますからね、リアルな話するとね、大人の問題が予算と、任天堂さんとの話はやば、それ一番難しそう一番大変一番難しそう、でもなんとかねそこやれたらすごくやる、売り上げ見込み大体見えるじゃん、もう多分実現をしてほしい、ね、はい、はい、です、素晴らしい、で高橋さん、はい、僕のはちょっともうスイッチの良さをやっぱ使わなきゃなって思います、スイッチの良さって何、ちょっと聞いてこれね、はい、ワンピースジョイコンガトリング、ジョイコンっていうのがここについててこれ取れるんですよ、で本当にちっちゃいこんぐらいのコントローラーなんですけど、それ動きも察知できるんですよ、だから例えば敵が出てきて、ね、こうルフィのガトリング、今のガトリングとかにして、でピストルのこう構えとかも全部できるから、ジェットピストルだってこうしてこうやってやったりして、それいいじゃん、ルフィになりきって敵を倒していく、で最初イーストブルーからこう始まり、で次のボスは黒です、だってゴムゴムの鐘だとかでさ、いろいろできる、でそこで例えばゾロとかにもチェンジできますみたいな、うん、うわーそれいいじゃん、超よくない、でウソップでもできる、何でもできる、動きができるんだ、そう動きができるんだ、そうそうそう、これそこで大きいな、そうスイッチ、これちゃんとこのね紐つけてこうできるんで、これさリアルにありそうだ、これ一人ゲームできます、そう一人ゲーム、まあでも二人モードですもちろん、だからその例えばだけどカイドウを全員でぶっただけみたいな、あーこうやってやる、今がチャンスだからね、これでそう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 、あーいいな、子供とちょっと一緒にさ、やりたい、家族でやれるし、スイッチの良さを入れてみました、スイッチは動きができるのか、そう動きがやっぱねでかいよねそんなやつ止まった動きいりますこの動き、いやそれあったっていいよあったっていいんだよ、これちょっとできない、スーファミで、スーファミスーファミあの時代でね、あの時代でもいけるよ、パネリコンピュータでできないよ、だって 2D でいいのよ、できない、できない、追いつかない容量ができない、ワンピースラスト、ラスト、はい、VR のゲーム、うわー一回ね、今出てるんですよ、一つだけは、一つだけ、まあゲームっていうかなんかね、ちょっとサニー号探索ぐらいのやつなんですよ、あ VR で体験ぐらいのゲームで、サニー号の中に入ってけんだ、そうそうそう、で、まあね、目の前でドフラミンゴに襲われるみたいな、結構怖いですよ、あれマジで、そういうことか、そうそうそう、あれ本当にね、怖い、名前決まらないな、もうできたけど、早くな、これは被るな、多分、そうなの、うん、ちょっと僕未来行き過ぎてるかもしれない、未来を行き過ぎてる、かっこよくない、かっこよ、一度行ったことない、行ってみたい俺も、ね、まだできないかも、ちょっと製品化無理かも、技術的に、はい、じゃあ星さん、ワンピース天竜人から救え、どういうこと、天竜人のに囚われてる人を救いに行くゲームじゃあ、ね、主人公フィッシャータイガーみたいな、フィッシャータイガーみたいな、でこう見つかったらやばい、見つかったらいけないよ、あ潜入するんだ、潜入していくの、ああなるほど、350度これ見んないけど、ああ見つかったら危ない、確かにリアリティあるわ、めちゃくちゃ天竜人に見つかったら、まずレッドレインこうよじ登るとこから始まって、天竜人見つかったらアウト、天竜人がいいですか、こうむちゃむちゃメタルギアみたいな
返しみたいな。いっぱい。むちゃむちゃいるんだ。その中潜入して、奴隷を解放していくっていう。確かにワンピースゲームにはない感じではあるけど、ね、ちょっと面白そう、やってみたい。主人公フィッシャータイガー。フィッシャータイガー。転入者いっぱいとかね。いっぱいじゃ最後もうじゃうじゃいっぱい。ゾンビみたいに。ゾンビみたいに。ゾンビみたいに。合体して大きくなって。なんだよそのゲーム。そのゲームなんだよそれ。なんで天竜人と合体して大きくなるの。あるよね。それもあるだろうね。ね、特殊な天竜人。最後の方にあるだろう、ね。特殊なゾンビみたいな。あると思うよ。特殊なやつ。クソでかいやつとかいてね。絶対いると思うよ。そういう人。なんだそのゲーム。どれ行こうか。ないよ。いいですか、はい、はい、ワンピースオンライン、もう完全に仮想空間に入って自分のアバターを、なんでもう置いてる。熱量高すぎてもう置いて、両手で両手でプレゼンしだしてる。話したくて早い、振り込みたいね。すごいな。で、仮想空間に入り込んで自分のアバターをまず設定して入り込んで、でもワンピースの島をで買い物もできる。あで、かつ海軍に所属でもいい、海賊でもいい、自分が所属してるところまず選ぶ。いやそれは本当にやってほしい。それが完璧じゃん。クエスト行くみたいなね。今でもできなら海賊とか今でもできんじゃん。それそういうのあるよね。でもね、でもっともっとすごい感じよ。もうもう結構映画、あのそれこそあれでしょ、サマーウォーズのなんだっけ。あーそう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 、あの世界か。ああいう感じでしょ。あのバーチャルリアリティ作るじゃん。入りたい感じで。そうだ、バーチャルリアリティ。いいんだよ。で、海賊同士で同盟結んでもいいし、はい、それでやったらいいじゃん。どっかの海賊に入ってもいいし。いや、ワンピースの国に入り込むってことだよね。そうそう、もう全部入り込む。で、その中で自分の世界をっていうか、受け出せなくなるわ。多分もうね、廃人になります、これ。廃人になるね。ずっとやっちゃうと思うよ。でも、こういうの絶対あるよね、今後ね。絶対あると思う。絶対あるよね。まあでもいい、すごくいい。でそういう世界の入り込むっていう、これはすごいじゃん。あったらめちゃくちゃやりたい。絶対すごいよ。俺なんとかして壮大だもん、会話もできるんだよ。え、その世界と繋がってるから。で、そこにいる人たちも別の人たちと。そうそうそう、マジか。繋がってる、みんなで同じところに世界に入るから。これあったらすごいよね。やばい。いや、すごくいいよ、それ。それでもできるね、いつかね。うん、できるかも。で、その中で、例えば有名人になって、逆にその中でのお金が結局ね、あ、そうそうそう、換金できたりとか、そういうの絶対出てる。いつかできそう。まあ、ちょっといろいろ法的な問題もあるけど、うん、そこで買ったものが、後日ピンポンで家に届くとか。そういう世界が来てもいいんじゃないの。映画で見た、そういうの、映画で見た、俺。これ欲しいよね。それいつかできる。まあ、VR、まあそうだよ、もう結構リアルにあり得る世界で、あり得るね。プレステ4ではないな、もうちょっと。でも4もネットに繋がってるからね。そうそうそう、先駆けの先駆けではあるよね、うん、だから誰か作ってほしいな。作ってください。相当金かかるだろ。こんなだってインターネット作るのもんだもんね、それ。世界莫大な金かかるよ、世界を作る。 Google しかできない。 Google か。はい、はい、まあ俺のはあの今ある VR 環境でちょっとやってみたいなってくれ。はい、ワンピース悪魔の実トライアル。要は、悪魔の実の能力者になった体験ができる。やっぱ VR の強みって結局、そういうことか。バーチャルレース、体験じゃないですか。なるほど。で、格闘ゲームとか結構出てたんですよ、今まで。ワンピースはもちろん、この間とかバウンティーラッシュとかも出てたし、そのキャラを自分が操作するって言ったんだけど、キャラになるんで。なるほどね。例えば、ロギアの能力者って、例えば自分が例えばスモーカー、煙になりましたって言ったら、視界どうなってるの？あー。うわーって移動してこうなってるのとかも、だから VR で体験ができる。で、格闘ゲームですね、だから相手と。格闘ゲームな。そうそう。最初多分めっちゃ酔います。そうそう。エースとかでメラメラになった時とか、自分がブワーってなって視界とかがぐるぐるになるから。VR。VR 多分慣れないと結構最初酔うんで。そうなんだ。もう多分最初だからすごい酔います。確かに。酔うけどね、ゴムゴムのロケットからビョーンって飛んだりだとか。いや、面白いだろ、ね。ローのさ、ルームを使ってみたりとかさ。だってローはどうなんのって。ねえ、何を。なんか面白いこと言ってる。時間と、おかしなこと言ってる。おかしなこと言った今。そう、だから能力を発動できてみたいな。そうそう、だってあれ確かあれもコントローラーこういうね、動きもセンサーのやつもあるから。これは流行るな。そう、これは今でも、今の VR 環境でもちょっとやってみたい、うん、なあるかな。そう、だって糸とか君やりたいじゃん。なんか別に本当、そういうワンピースのなんかイベントとかであったら、うん、アトラクションであっても、ね、だからこれはもうこの間出てたあの VR のやつの1個上というかね、はいはい、そう操作がちゃんとできる、はいというか、ありそう。そう、という意味で、悪魔の、まあちょっとタイトルありますけど、悪魔の実を体験できる。全部賛同してくれるんですよ。気持ちがいいな。なんて書いてあるんでしょうね。ワンピース、転入人から救え。タイトルは確かにスーファミだもん。でも、クニオクとか、ファミコン時代のさ、ファミリコンビラできますか。ファミリコンビラできないよ。 2D で、クリアしたら、あの転入人のカプセルかぶった VR って味わえる。
カウクリアしたら、クリアしたら おまけでね、おまけで天井みたいな気分もできる。そう、あのカプセルとかで入る。確かにちょっとやりたい。おこういう感じで息苦しいんだとか。あ、どんなゲーム。はい、はい、そんな感じでございました、はい、皆さんどうでしょうか、うん、コメント書いてって、どんなゲーム、はい、これいいんじゃねえのみたいなのあったら、ぜひぜひコメント書いてってください。よろしくおーい、そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。通知ボタンもオンにしてね。明日も楽しもう。またねー。手に呼びとかな、スクエ。だから、お願いします。